い、じゃあ第7回 GDP シリーズ2回戦始めてください。お願いします。はい、どんかくんです。ということで、今回ですね、第7回 GDP シリーズ2回戦の方を解説していきたいと思います。まず左側がですね、さくらですね、DPCS のデザイン、担当です。で、まあ、意外とですね、第1回 DPCS で優勝して以来は優勝からちょっと遠ざかっていて、久々の、まあ、優勝を目指すというような形です。一方右は、さっきも1回戦でも登場した、カエデアット白熊ですね、ペンギンと白熊チャンネルの白熊担当でございます。まあ、今まではね、青葉城西で入賞してきましたが、今回は白鳥沢、特に100本サーブを確実に引くという構築をしてきています。今回もそれがハマって初めから6点ですね。まあ、さくらこの6点に対して、今どうするかを悩んでますね。手札には信じてるよお前らと、お手手の及川があるので、どうすべきかで今ドンカ君に相談しますね、チームメイトの。さあ、結果引いてデッキを回したいという判断をしましたが、結果としては拾いませんでした。で、及川、岩ちゃん、おいおい松川だろう、おいおいおい、出し間違いをしましたね。ここで出し間違いで手札に国見じゃないと、バレてしまいました。はい、でブロック。さあ、これ致命的なミスですね。手札1枚あれば国見だと思わせれたんですが、出し間違えてしまいました。さあ、トップは渡りですね。さあ、どうするか、拾えないことは確定しているので、拾えないというか返せないことは確定しているので、ガッツは貯めましたね。ガッツを貯めて、ブレイクと。さあ、白鳥座相手はガッツを貯めることがとても重要なので、置いてブレイクしたのがいい判断だと思います。さあ、相手からのサーブ。はい、テンド置いて3点ですね。100本サーブがあることで、今までとは違ってですね、青葉城西側もかなり苦しい戦いにはなってきそうです。まあ、出る前は結構青葉城西有利な気もしてたんですけど、個人的には、まあ、今かなり厳しそうですね。さあ、3点をまず何で拾うのかというのを考えている様子。まあ、手札的には渡りで拾っていいような気もするんですが、はい、やっぱそうですね、渡りで拾いました。渡り、及川で手札1枚捨てて、はい、いつも通りでいいで、プラス1して岩ちゃんを回収。で、1回ここは金田一を出しました。はい、こうすることでですね、まあ、次のターン、金岩ちゃんを打って、確実にブロック負荷で仕留めるというような形ですね。で、今金岩ちゃんのブロック化が来るっていうのが、楓側としては分かっているので、手札の接着剤を拾えてはいるものの、消費してますね。100本サーブがある時点で、レシーバーさえ引けば5点は拾えるので、まあ、接着剤がなくても、まあ、青葉城西であればそんな高打点は出ないのでいいという判断で、どちらかというと金岩ちゃんを警戒してどんどん使っていますね。はい、そしてセミ、石若で、効果使いますね。これは100本サーブ2枚目を引いてしまっているので、これで消費します。100本サーブはアクションエリアに置けないので、手札を捨てられないと、ずっと手札の中に残ってしまうので、まあ、基本的に2枚目はどんどん捨てていくような形になります。さあ、ここでまず信じてるキャプテンで6点を拾って2枚ドロー。及川がかぶってしまってアタッカーがいないので、フルで1ドローですね。おー、キーワちゃんを引く。キーワちゃん回収しようとしてたが、キーワちゃん引きましたね。ここでプラス2する及川を引きました。及川通るの、捨てるのが、いや、及川ですね。結局及川を捨てました。そして、キーワちゃん。さあ、ブロック負荷で相手手札2枚なので、完全負荷にすればほぼブレイクなんですが、あ、昔だったらね、ここ、まあ、ほぼほぼ、完全負荷にしなくてもブレイクだったんですけど、シラブ&川西が出てからは、シラブ&川西を出されてしまうと、ブレイクが取れない可能性もあるので、どうかくんは完全負荷にしろと、横から口出ししてますね。はい、チーム戦相談ありなので、全然口出し自体は OK です。はい、そして、まあ、相手が拾えずにブレイクですね。さあ、手札に及川が1枚ですね。さあ、どうするか。
及川をサーブで使ってもいいんですが、どっちかというと完全負荷と合わせて使いたそうな、盤面はしてますね。おそらく京谷でサーブが一番良さそうに見えますが、さくらどれでサーブしますかね。はい、京谷ですね。やはり、京谷のサーブからスタートです。まあ難しいところですね。及川を使っても良かったかもしれないんですけど、完全負荷の時にやっぱ5点にしたいんですよね、できるだけ。さあ相手はまず、牛島で、拾います。さあトスを考えてますね。まだ3月溜まっていないのでなかなか打点は出ない状況ではあるので、まあ正常側としては、全月破壊が来ない限りはまあちょっと安心と調べを出しましたね。あー、全月破壊をしっかり持っている。はい、トスエリアを破壊します。さあこれで8点ですね。レシーブドロー。さあ手札で8点は拾えない。さあブレイクせざるを得ませんが、置いてブレイクするかどうかですね。なんかレシーブプラスする系のカードを引いてきたければ置いてもいいのですが、はい、置かずにブレイクしましたね。その選択肢もありだと思います。さあ相手からのサーブ、サーブもプラス1されるのがすごい強力ですね。何を出してもレシーバー、2点ですね。2点できました。1点とかのサーブが存在しないので、ね、いや、 やっぱ4点置くだけで5点になりますし、その100本サーブがある状態での、まあ、サーブは結構個人的には怖いですね。やっぱ5点が出ちゃうので。さあ今回は2点ということで、何でレシーブするか、渡りが2枚あるんで1枚使って良さそうに見えますね。さあ国見を出すか、いや多分渡りでいいんじゃないかな。国見から出す理由がなさそうなんだけど、はい、渡り出しましたね。渡り、及川、効果で手札を捨てるのか否か。国見を捨てそうですね。はい、国見捨てました。でプラス1して、3円のを回収して、松川ですね。3円のを回収しましたね。次のターン松川を飛ばす前提でキーマちゃんを打ってカウンターを仕掛けるという、まあ狙いでしょうか。はい、相手シラブ&カーニッシュで確実に手札を増やしていきます。お、映画館引きましたね。映画館は結構いいですね。今トスキャラがいないので、トスキャラを回収できるっていうのはかなりいいかと思います。さあ相手牛島、相手アタッカーを引けてないので、まあ今アーバー城塞が、まあ、まだ押せる雰囲気はあります。ただ後半ね、アタッカー連打されるとちょっと厳しいので、今のうちにとりあえず1セットは取っておきたい。さあトップは国見です。さあ1回映画館でトスキャラを回収しますかね。多分トスキャラを回収しないとキーマちゃんがあまり効果を発揮しないので、さあどうする。はい、打ちましたね。打ってワンドロー。トップは渡り。さあ2ガッツ払って、ガッツじゃないですね、2枚ドロップして、はい、及川を回収しました。で7点なので渡りで、これ飛ばして相手のアタックポイントをマイナス2で、及川通るの、さあ捨てるのが、難しいですね。これ帰ってこない前提なら国見を捨てた方が強いんですが、帰ってくる可能性を考えると渡りを捨てた方が、はい、渡りは捨てましたね。もう帰ってきても手札でなんとか続けようという感じですね。はい、で岩ちゃんを出して、完負化をするかに悩んでますね。あ、ちょっと戻りますね。これ完膚化しないんであれば渡り捨てない方が強いんじゃないかっていうのをちょっと考えてますね。手札3枚なので、完膚化してもまだ続けられる可能性は十分にありえるんですよね。6点にしかならないので、6点じゃない、失礼しました、5点にしかならないので、まあ山形出すだけで
まあ、続けられるので、うん、難しいですね、これ難しい難しいけど、僕は完全負荷派ですね。はい、完全負荷打ちに行きました。僕はとか言ってますけど、これよくよく考えると僕が横からアドバイスしてるんで、僕の予想通りになりますよね冷静に考えて。さあ、手札2枚で5点完全負荷。手札に国見はいるので、大した打点が返ってこなければ、まあ、これで勝利というとこまでは来ました。あ、勝利ではないですね、まだ 1セットありますね。まあ、このセットはなんとか取れるというとこまではなんとか持ち返してきましたが、さあ、相手悩んでますね。これは返せるのか、返せるのか、それとも返せないけど置くのか、ちょっと悩んでますね。右側楓が悩んでいる。はい、ここで天童を置いてブレイクしました。さあ、最終セットどのようにして桜が取っていくかが重要になっていきそうです。まだ相手11段の頂の石島を全然出していないので、まあ、ここから連打が予想されますね。まあ、本来であればブレイクしたいぐらいなんですけれども、まあ、できないので、手札的には国見でサーブが良さそうに見えますが、難しいですね。はい、打ちました。国見1点ですね。ちょっと手札でキャラかぶりしてしまうので、及川でサーブ打つと、及川でサーブ打てば手札を減らせるという利点もあったんですが、ちょっと難しいですね。はい、1点なので牛島でレシーブ。牛島でレシーブしているので、これ確実にあれですね、牛島をたくさん持ってますね。はい、修羅場で変わるし、あー、トップで及川、結果論ではありますが、及川でサーブしてよいてよかったような形になりましたね。はい、殴り合いを制するでさらにプラス1点、そしてデッキから回収します。これで確実に牛若が手札に入りますね。さあ、悩んでいる、悩んでいるということはもう手札に牛島はあって、その次のターンの動きをおそらく想定して回収ですかね。多分牛島持ってなければそこで牛島回収してくるので、さあ、まだ手札と確認して、はい、修羅場の管理書を持ってきました。おそらくもう手札にある次のターンも高打点を出すということを重視しましたね。はい、牛島岡俊を出しました。さあ、効果でプラス4。はい、これで12点ですね。さあ、さっき回収した後のカットをしてないので、カットよろしくって言って、にこやかに12点の、これで14点ですね。厳しい、15点ですね。青は城西の最大値を超えてきますね、これ。さあ、もうセットもないので。ああ、厳しい。さあ、一応まだ相手はサーチ中なので、ゲーム自体は終わっていませんが、まあ、これは多分ブレイクですね。まあ、一応デッキトップを見て、どうやっても無理かな。ほとんど使っちゃってるんで、はい、ワンドローはしてみた、もうワンドローもしてみた。はい、6点ですね。はい、これでブレイクです。はい、で、隣のドンカ君対ユッキはですね、私ドンカ君が勝利しましたので、このまま第3戦の方に入っていきたいと思います。はい、ドンカ君です。はい、ドンカ君です。今日は DPCS ということでね、何だか DPCS 第2回戦、第3戦の予想をお願いします。はい、ということで、いつものね、おなじみの挨拶をちょっとしてですね、始めていきたいと思います。まあ、この2人の組み合わせはですね、もう日々にずっとやっていいので、まあ、このデッキの組み合わせはまだ DPCS リーグへ出てきていないので、まあ、やってないですが、まあ、ちょっともうなんか見慣れた光景ですね、僕としても。まあ、ここを DPCS リーグを始めてですね、まあ、変えていろんなデッキに対してかなり理解度が上がってきてはいるので、まあ、僕としてはかなり緊張の一戦というとこですかね。まあ、動画卓だったので、まあ、自分的にも負けたくないので、正直緊張して臨んだ一戦となっています。
まあ、したがってですね、かなり、正直左側、私、どんかくんのですね、仕草がですね、完全に遊戯をやってた時代の仕草になってたなって、ちょっと、この解説を取る前に一回見てちょっと思っていたんですが、まあ、ちょっとそういう、かなり仕草になっていますが、すいません、ちょっと不快になる方ももしかしたらいるかもしれませんが、ちょっとシャカバシとかね、ちょっと多いですが、ちょっと許してくださいということで、さあ、第3戦の方スタート。じゃんけんはまず、楓が勝ちました。さあ、1枚目を力強く置いていった、あれはおそらく100本サーブ。さあ、ドンカ君の手札は、アタッカーはいないものの、レシーバー、国見、及川がいるので、かなり良さそう。アクション3枚と戻すかどうかで今悩んでますね。レシーブスタートなので、まあ、ほぼほぼなくても5点の渡りがいるので、信じてるお前らを、戻すかどうかで今悩んでますね。手札と戻すカードの見方が完全に遊戯王のトラップカードを見てる時の僕ですね。すごい久々に自分のプレイ見ますが、ゆっくり。さあ、ここは3枚、戻していきました。さあ、かなり重要なシャッフルになってきますが、まあ、おそらく楓は100本サーブをもう持っているので、まあ、100本サーブを初手で置かれていながら、青葉城西がどのように打点をかわしていくかの勝負にはなっていきそうです。さあ、ちょっとアタッカー鈍角くんは引けていないですね。さあ、相手のサーブからスタートです。シュラブで、はい、100本サーブで3点ですね。はい、鈍角くん、ここでしっかり、引いていきます。さあ、渡りで、レシーブ、及川、渡りを捨てて、多分渡り捨てますね、これ僕的に。はい、捨てますね。はい、で、松川で5点。まあ、初動としては100点に近い。さあ、初動だけは100点に近いんですが、やっぱ100本サーブが厳しいですね。松川を引けていいので、次の国見も、まあ、確実に拾えるので、ああ、シラブ&川西。毎回引いてきますね、この人。はい、これで7点ですね。さあ、国見でワンドローで松川を飛ばして7点。及川で及川捨てて、岩ちゃんで5点ドローか。さあ、かなり綺麗に決まっています。が、持っていた、トップで引いた !7 点。いやー、すごい。すごい綺麗に決めた。国見でワンドローしてみるが、1点足りない。さあ、1点足りないので、ブレイクせざるを得ないですね、これは。さあ、6点までしか出ないので、ちょっとどうしようもないですね。はい、ブレイクです。さあ、右側のサーブです。さあ、今サーブ悩んで、はい、5点ですね。石島の5点サーブが実は拾えない。ドンカ君、はい、ブレイクを宣言しました。いや、もうこれ DPCS トライアル予選4回戦を思い出しますね。サーブで全く拾えなかったあの試合をちょっと彷彿させますが、いきなり2セットを取られてしまいました。もうこっからは石島の打点に対して1セットも落とせない試合になってきますね。さあ、今回は、2点サーブからスタート。レシーブドロー。さあ、ちょっと難しいか。キーマちゃんが2枚あるので、まあ、まずキーマちゃんでレシーブしても問題はなさそうですね。できるだけレシーバーを残しておきたいので、はい。そうしましたね、やはり。さあ、ここでちょっと考える。これ、キーマちゃんをそもそも打つ必要あるのっていう話ですね、また。これ、実は松川出してもいいんじゃないのっていうのにちょっと悩んでいます。あと、いつも通りでいいを発動して、岩ちゃんを回収すべきなのか否か。ちょっといろんな選択肢がある手札なので、ちょっと悩んでますね。ちょっと切るカードは、これで合ってる。問題は、回収をしますね。回収をして、打つのは、結局、金岩ちゃん。ちょっと、公開情報増やしちゃったみたいな。ちょっとミスりましたね。まあ、とはいえ、6点の、完全負荷です。はい、山形。はい、これで拾いました。さあ、置いてブレイク。さあ、これでもう3月になることは確定。
最後牛島の打点で締めるのがおそらく狙いでしょう。さあトンカ君側のサーブ考えている。及川で渡りを捨てて5点取ろうか。信じてるぞキャプテンがあるので岩ちゃんは取っておきます。ちょっと考えて、これは新キャップを乗せるかどうかを考えましたね。で、乗せずにかな、多分乗せずにこのまんまですね。まあ5点と6点の差があんまりないので、まあ打たなくてもよかったかなとは思います。しかし調べ、これはちょっと6点にしとけばワンチャンブレイクは狙えたかもしれないレシーブが出てきましたね。おそらく相手レシーバーを持っていなかったというパターンだと思います。調べで、天童を捨てて、無理やり5点にしました。牛島調べの、ちょっとやめる、やっぱりやめる。あ、ここでもう一回ブレイクですね。ちょ、レシーバーがいなくて思う通り動けなかったので、もう一回アタックを狙いに行くような形ですね。さあ、ドンカ君どうする？はい、国見で1点ですね。手札としては決して悪くはなさそうなんですが、まあ、ちょっと厳しいっちゃ厳しいですね。ここから打点が出ることが確定しているので、さあ楓もちょっと悩んでますがどうするか。はい、牛島セミの効果で回収が山形か、さっき画面には映ってないですが天童を回収もできますが、はい、山形を回収してきましたね。レシーバーがおそらくいない。はい、牛島ですね。さあ、宣言が10点って言ってますね楓。よくよく見て100本サーブがあるんで12ですが、お互い気づかずに10点でこれやってますね。はい、国見、新事実キャプテンで捨てて6、及川を捨ててかな、及川捨てて78、フルで回収して90。ごめんなさい、ここ本当は12点でしたが、ちょっとお互い気づいてないです。10点で、拾ってます、すいません。ちょっと大会中のルールミスはそのまんま、続行するので、まあ、今回はそういう試合だったんだなとちょっと見ててください。はい、及川を出した。及川で捨てるのが何かを今考え中ですね。さあ結構難しいですねここ。どんかくんデッキのレシピ全部知っているので、てか右側の白鳥座は実は僕のデッキなので、ちょっと手札の中身をちょっと探しに行ってます。実はですね、ここも11段の牛島が4枚出ていて、すでに牛島を全部使い切ってるんですね。なんで、打点が出るとして MVP なので、8点が拾えるように構えておくのが重要であるというふうに、今どんかくんが解説しながら、わざわざ解説しながら、相手に解説しながらですね、もう職業病ですね、解説し続けるのは。実況席でもないのに解説しながら、何点が出るでしょうというのを、自分で推測していますね。まあ、コンセプトの戦いを打たれて、あの、コンセプトじゃないです、ごめんなさい。殴り合いを先生を打たれて、プラス1点されるのはもう無視してます。無視した前提で、手札にどんぐらいの確率で MVP があるのか、どんぐらいの確率でトスキャラがいるのか、あと何枚トスキャラが残っているのかっていうのを今計算してますね。でその上でさらにレシーバーの数も数えてます。でレシーバーによって6点にした方がいいのか、それとも6点にしない方がいいのかも含めて今考えています。あとは自分が何枚レシーブプラスするカードがデッキに残っているのか、これも含めて今考えてますね。かなりの兆候です。DPCS リーグではいつもこういうのカットしてるんですけど、まあ大会中はですね、やっぱこういうのがよくあるので、まあさくらに相談しながらですね、今かなり長考しています。さあここは松川で打つべきなのか、いろいろ考えてますね本当に。
キンワちゃんがドロップエリアにいないんですよね。キンワちゃんがドロップエリアにいれば、完全負荷を打ってもいいような場面ではあると思うんですけれども、かもしくは、一応1年生負荷はいるので7点は出せるんですよね。ある意味高打点といえば高打点を出すこともできるので、そこも含めて今かなり考えています。さあどうする。さあかなり考えてますね。さあ今さくらとかなり相談はしています。手札に国見明はいるので、国見明を次のターンレシーバーとして出すことはほぼ確定してるんですね。でそのために相手の調べの枚数も、数えてるんですね。調べがもう3枚出ていて、デッキに4枚しか入っていないので、まあ国見は確実に3枚ドローできるでしょうと。その上どうするかっていうのは、ごめんなさい、すいました。渡りを捨てて俺に勝負させろで回収して出すのは松川ですが、で相手のデッキを戻すと。でこれで一応5点ドロー負荷ですかね。ここでいつも通りでいいが2位効果だったので、これを回収しないという選択肢にを取りました。巻き戻しが OK なので、そうですね、巻き戻し OK なので、国見明のドロー枚数をできるだけ上げて、レシーブ上げるカードを引きたいので、岩ちゃんは回収しないというふうにちょっと巻き戻しを行いました。すいません、ちょっと分かりづらかったんですが、巻き戻しを行ったような形になります。おーっと、しかし最後のシラブを持っている楓、ちょっと成長しましたね。成長しましたねって超上から見せるんですけど、レシーブエリアに国見が2枚いるので、これを戻してしまえばキャラが被りまくるんですね。さあここで国見2枚をしっかり戻していく。そして予想通り MVP 岩ちゃん、いやー厳しい。鈍化君側としてはかなり厳しいですね。今松川含めて6点までしかいかないので、さあちょっと厳しい、厳しいが、まあどうしようもないので、とりあえず5月払われるの今待ってます。さあ5月払いました。で都市エリアを全月破壊と。さあレシーブドロー、そーっとここで信じてるぞお前らを引いた。これで返すことはできそう。トップ国見じゃない限りは返せます。さあその次の展開まで今考えてますね。さあ拾えただけで、まあ拾うしかないので、これでワンドローして、6のこれで8ですね。さあここからは現場の音声に合わせて、ちょっと動画の方ご覧ください。やばいな、5点ドローか、しゃーしゃー、よっしゃー、やった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 ー、負けたと思ってた。こいつ国見2枚戻すのマジでうめえなと思って、やったー、しゃー。はい、ということで、ドンカ君があれに荒れましたが、相手のね最後、まあちょっと事故もあり、無事ペンギンズの勝利ということになりました。はい、ということで、以上で第7回プチDPCS2回戦の方は終了となります。次回第3戦もお楽しみに。